第35回天良杯優勝戦1号艇の吉田角郎選手ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします準優勝戦は1コースからコンマ18のスタート刺されたかなというところでしたがしっかりと残して1着ということになりました、はい、この日の足の仕上がりなんですがいかがでしたかまあちょっと今日は伸び型になってしまってて、はい、少し周り足は えー、警戒ではなかったですかね。まあ、はい、でも順位は盛岡さんがすごいいい単位されたんで、しょうがないかなと思います。はい。しかしその分伸びがあった分グッと力強く出ていって一着とった感じです。そうですね。はい一着取りたかったんで。はい。はい、予選最終日は二着二着ということでしたが予選トップだったんですが足の方としてはどんな流れでしたか。まあちょっと三日目四日目は承知させてしまったのかなっていうのもあるんですけど、はい、まあもう前件いただいた状態になるべく戻しながら走ってます。はい。はい 今日はいい足してだと思います。はい。はい、この準優位は連勝ということでいい状態に持ってきてと。まあそうですね。まあちょっとマリヤはもう少しですけど、はい、はい。優勝戦の枠は1枠を勝ち取られたわけですが、ではそこが課題ということになってきますか。まそうですね。塩も高いですし、はい、伸びはまあもう十分なので。はい。えっといいターンできるようにしたいと思います。はい。はい。スタートカーの方はいかがでしょうか。う ちょっと遅れてる自覚がないんでね、はい、ちょっとスタートの足をもう少し良くしたいなとは思うんですけど。はい。はい、では優勝戦までにはスタート感をしっかり掴んで周り足をしっかりとさせてと。まあちょっと感がずれ <laughs> 感ではいってるんでね、<laughs> はい、ちょっといい足にさせていきたいです。はい。はい。もう国の内容に思いっきりレースうですね。そうですね。はい、この後は S.G. メモリアルを書いていますがこの辺りはいかがですか。まそうですね。えっ、ー、と小島で選んでいただいてるので明日もあの。はい 恥ずかしくないレースをしたいです。はい、わ、はい、かりました。今年はこれが6回目の演出、4月福岡に続く優勝が係かりか戦です。バンド型に一言お願いします。はい、えー、ポールプチなので、あの優勝を目指して切敗しております。お願いします。